電車で移行こうは、豊田匠が執筆、広志流流れが差し絵を描く、小学生向けの主人公目線の鉄道小説である。2020年12月現在、周永社未来文庫から第32巻まで発売されている。2019年2月22日時点で、電車で移行こうはシリーズ累計62万部を突破した。作者の豊田匠によると、読者からは、 100巻まで続けてほしいという内容のファンレターが送られ、作者自身もシリーズ100巻を目標にしているという。物語の各巻で紹介される鉄道の情報は、その巻が執筆された時点での最新情報に基づいている。そのため、発売後の年月の経過に従って、作中の情報が現在では過去のものになってしまっている場合もある。 例えば、2011年発売の第2巻ではわずか60円で、関東一周の大回り乗車を行ったが、消費税増税の影響により2014年からは70円に値上がりしている。また、2012年発売の第5巻で登場した、新大特急の北斗製は2015年に廃止されている。その一方で、2016年発売の第19巻では、 その年の3月に開業したばかりの北海道新幹線が登場している。さらに2018年発売の第25巻では2017年から運行開始された SL の体重が登場している。このほか2020年発売の第31巻では広島電鉄の子供料金を100円と説明しているが実際に 広島電鉄の子供料金が100円になったのは2019年からである。しかし、このように作中では、現実の鉄道の情勢の変化に合わせて何年もの、年月が経過しているにもかかわらず、主人公である T3 メンバーなどの主要人物たちは決して進級、進学することなく、ずっと小学5年生のままである。登場人物の名前と説明。 うちは登場する巻の番号。なお、主人公のユータを代表とする t さんと KTET のメンバーたちは、初登場時から、全員小学5年生のまま変わることがない。t さんとは、トレイントラベルチームの略で、小学生が鉄道で旅行することを目的に作られた、鉄道旅行チームである。第1巻で結成。KTT とは、関西、トレインチームの略で、 T3 に触発されて結成された関西のチーム第4巻で結成。集英社未来文庫より観光を既存作品体に表記。このほか、2016年発売の17巻では唯一、観光現在運行されていない列車が登場するを使用した新春富士山初詣号。2015年11月から2016年3月まで運行中止していた E235 系。 文章中では太字で強調されることが多い。また、二人乗りリフトで七回と乗ろうとするユータに割り込んで二人で乗らせたりしている。第十八巻ではユータに告白している。作者の豊田匠も同じ経験をしている。普通三のみ行きとなっているが、9300系は営業運転では神戸線には乗り入れない。 また戦闘が進行方向とは逆の埋め方戦闘者になっている。海徳新沼駅となっているが、戦闘が一般車ではなく特別車になっている。ありがとうございます。